生放送まぐれの缶詰最終巻、残すはこのプレミアム会員限定放送のみとなりました。会場の皆さん、まだまだ元気残ってますか？ありがとうございます。まあ、皆さんもうこんなね、私の喋りなんかよりもきっと気になってることがあるでしょう。先ほどちょっと言いました、発表があると言いました。早速重大発表があります。こちらのモニターをご覧ください。なんだ、新番組がスタートすることが決まりました。おめでとう。この1ヶ月前に突然終わるということが発表され、なかなか落ち込む私を皆さんが本当に励まそうと手を変え品を変えいや、なんか多分じゃないとか、なんか意味わかんないことはすごい励ましてくれて、申し訳ないなと、実力不足だなと思っていたんですが、今回このようなお話をいただくことができました。ありがとうございます。本当にありがとう。こちらですね、もうすでに番組タイトルも決まっております。こちらです。SKE48 の初乗り。初乗り、これあれじゃないですよ、ラブワゴンとかに乗って世界中を旅するみたいな、告白したら一緒に日本に帰国するみたいな番組ではなく、流行り廃りの早いこの世の中のブームというものに乗ってみようという番組です。そう、流行りに乗っていくわけです、なんか、まあ、インスタとか、あるじゃない、いろいろあるね、スマホゲームとか、まあ、そういうのに乗っかっていこうという面白そう番組です。放送日はまだ全然決まっていないので、随時お知らせしていきたいと思います。みんなも遊びに来てね、本当に呼んでね、絶対呼ぶ、本当に絶対呼ぶ。もう私今日のメンバーの安定感すごいなと思って、前ね、エゴちゃんと新井ちゃんが来てくれた時にどうしたもんかなどうしたもんかなと思ったんだけど、本当にもうね、勝手に喋ってくれるからみんなとてもやりやすかった。でもいろんなメンバーをね、本当に出せるように頑張っていきたいと思います。頑張って。もうぜひ次の番組で矢島さんクビにしたい。って言うけどさ、みんな本当矢島さんいらないよみたいなことめっちゃ言ってくるじゃんやっぱ本人を目の前にするから、まあ、かばいたくなっちゃうよね。そうかもしれないね、もしかしたら。ということで、まあ、なんで笑ってんのこれ流行り頑張ってください次回わかんないけどね、いるか本当に、まあ、流行りに乗っかっていこうという番組なので、今流行ってるもの、例えばインスタとか、さっきも言いましたけどインスタね、スマホゲーム、猫とか、結婚とか。あ、結婚すごいですか ね、 ラッシュすごいよね。結婚に乗っかるってことそれこそ本当にラブワゴンじゃん世界は一緒に日本に帰ってくださいでしょいや、今何が流行ってるの、みんなはマイブーム的な。でもそうじゃん、あれでほら今流行ってるものといったらね、湯浅さんが、ツイッターなんかやりたいねみたいな、って言ってたんですけど、まだ何も始まってなかなかね、なかなかね、みんながこう早く、早くしろ早くしろって言ったらやるかもしれない。なんかね、言ったから必ずやるとは限らないんだよね。ニコ生の件もありますし、発売件も、ね、はい、これちょっともうあんまり深くは掘り下げないさらっと
となくなるときありますか。そうなんです、さらっとなくなるときもあるので、あんまり期待しすぎず期待しましょう。はい、とか SKE の中で流行ってることとか。 SKE？ うん、鍋じゃない。それここだけでしょ。あ、そうか、鍋ばっかしてるの2人。そうなの。4期で4期で鍋して、4期会ばっかしてるから、うん、誰か絶対卒業するでしょって毎回しないよ。そんなもっと明るい会だもんね、本当に。うん、明るいよ、うん、おかしいね、なんだろう、流行ってるカレーライス、うん、ココイチさん、今時期だから旬だよ。食べてる、みんな食べてる、みんな食べ、まどかがプレッシャーかけてるよ。食べてる食べてる、そうだ、ね、ありがとう、うん、まあ、あの次の番組でもね、うん、まぐれの缶詰を超える番組できるように、うん、頑張ろう、頑張ります、本当に頑張ります、頑張って、ありがとう。まぬかに応援されたからには頑張っていこうと思います、はい、もう絶対ゴミを漁ったりはしません。それはもうやめて、まあね、ユーザーの皆さんもぜひたくさん意見をください。番組のページができたらこれをテーマにしてほしいというメールなんかもお待ちしております。今日で運をテーマにしたまぐれの缶詰は終わりますが、始まりがあれば終わりもありますので、これからも前向きに頑張っていきたいと思います。はい、本当に今日は遅くまでお付き合いありがとうございました。なんともう結構時間が来ているんですけれども、はい、せっかくなのでちょっとメールをね。おすごい、あずさん、うん、柴田さん、ゲストの皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんはアイドルですが、はい、アイドルとして売れる条件を一つだけ挙げるとすれば何だと思いますか。ちょっと多分一緒の方か違う方だと思うけど、こんな素敵な絵もすごい、すごい、ありがとう、上手だね、上手、嬉しい。アイドルとして売れる条件、なんだろうね、考えちゃった。みなちゃん、みなちゃん、どうした、なんだと思う。かわいい顔だよね。やんないよ。やんないよ。なんだと思う、こしちゃま。あ、私ですか。まだ入って、うん、まだ間もないんで。うん、間もなくも。どんな、いや本当に。どんな風にアイドルになりたい。でもその今いる先輩たちを見てたら、やっぱり釣ることが大事なんかなって思って。このメンバーでそれ思ったの。はい。あやちゃんとか本当にすごいよね。裏表がすごいよね。表に出す時の表と裏の本当に裏はすごいな。すごい誤解招いてるし、でもそれで成功してるからやっぱいいと思う。だからフォローしなさいよ。裏のフォローをしなさいよ。ちゃんと言えるレベルってことですよ。でも言えるレベルの裏表裏はね、もうただのネクタだから。まあそうなんですよ。まどかは、うん、メンタルの強さかな。まあ、そうだね。そう、アンチにも勝たなきゃ。そうね、うん、アンチとそのうまく付き合ってくるんですけど、それも仲間やから、全部で仲間やから。繰り返して言いますが、それも仲間です。評論家、評論家の方いるね。いや、どうやこれ以上ちょっと話すとろくな話が出てこないので、まあちょっとこの辺にしておきましょう。はい、皆さん本当に温かい応援をありがとうございました。これからも私たちへの応援よろしくお願いします。そして次回は新番組 SK48 の初乗りでお会いしましょう。本当にありがとうございました。さようなら。